停車予定だったんですよね。駅に止まるための減速だったんですけれど、それでもブレーキが間に合わなくて、止まるはずだった郡山駅を通過して、しかも520メーターも行き過ぎて、本線上に戻ってようやく停車したっていう感じなんですよね。なぜブレーキが通常よりも効かなかったのか、雪が車輪に入り込んだとか、確かにそれもそうなんですけれど、1本前のやまびこ51号、こちら異常がなかったようなんですよね。新幹線のブレーキについて、通常時は高速で走ってる時は電気ブレーキを使います。で、停車直前になったら機械ブレーキ、自転車のブレーキと同じですね。車輪を外側から押さえつけて、車輪の動きを止めることでブレーキをかけます。で、まあ、電気ブレーキの補足なんですけれど、車輪の回転を利用したブレーキなんですね。言い換えると、車輪が回ってないと作動しないブレーキなんですね。電気ブレーキっていうのは。で、今回の場合だと雪でした。つまり、滑るんです。新幹線ももちろん滑るんです。実は。今回の列車の場合、7両全部の車両が全軸で複数回滑走、つまり滑っていたことが分かっています。で、先ほど電気ブレーキっていうのは車輪の回転を利用したブレーキって説明しましたので、回転していないけど動いてるって状態だと電気ブレーキは作動しないんですね。そうすると、車両自体は停車していると判断、機械ブレーキに切り替わってブレーキをかけます。この機械ブレーキに切り替わるっていうのは正常な動作です。ところがなんですけれど、一部の車輪が回転したり停止したりを繰り返したんだと思うんですね。一個でも回転している車輪があると、速度計がちょっと動作したと思うんですよね。で、そうなると、電気ブレーキを動作させる速度よりも上に行ってしまうと、車両としては、電気ブレーキ使わなきゃって、わざわざ機械ブレーキを緩めて電気ブレーキに切り替えようとするんですね。でも実際には、電気ブレーキをかけるとまた車輪が、回転が止まってしまいますから、車輪の回転が止まる、電気ブレーキが効かなくなる、またなんかの拍子に車輪が回転し始めて電気ブレーキを使おうとする。そういうのを繰り返して、車両の方が今高速なのか低速なのか、電気ブレーキを使うべきなのか、機械ブレーキを使うべきなのか、どっちなのっていう状態になってしまったんだと思うんですね。でもその混乱してる時間は長ければ長いほど、車輪も車両も滑っていってしまいますから、電気ブレーキも機械ブレーキも両方正しく動作していなかった状態だったんじゃないかと思うんですよね。まあ、そりゃ速度落ちんわってことで。なんで先行列車のいい動きが大丈夫だったのか。この写真見てもわかる通り、車高がいい産経の方がちょっと高いんですよね。で、車高が高い車両っていうのは、重心が高くなるので、平たく家は浮きやすいんですよね。なんかの揺れの時とかに線路から離れやすくなると言いますか。で、もともと E3 系っていう車両は基本的に連結して運転しているじゃないですか。あんまり単独運転を前提とした設計になってなかったんじゃないかと思うんですよね。で、こんなに毎日のように単独の7両編成での運転が増えたのは、この最近の2、3年ぐらいだと思うんですよね。同じようなオーバーランの事象が1年前ぐらいにありましたもんね。単独運転っていうのは最近の利用減がきっかけだったので、もう山形新幹線は東北新幹線の10両編成の電車と連結運転を通常にしてしまっていいんじゃないかと思います。